大食いでお前らサイヤ人にかなうやつなどいないかもしれんな。戦闘力でだ。戦闘力でサイヤ人にかなうやつなどいるものか。おめえを倒すためによ。嘘、私に勝てるつもりなんだ。おやつのくせに生意気ね。いいわ、そんなに食べられたいなら今すぐおいしいお菓子にしてあげる。さあ、おとなしく私に食べられる。ちょっと何？せっかくやる気だったのに。わりわり、思ってた以上におめえが強くなってたからさ、どうせなら思いっきりできるように場所変えねえか。悟空、地球へのダメージを考えたか。悠長なやつめ。それもあるんだけどよ、オラが余計な心配しねえで戦えてんだ。地球以外の場所に移動するということか。一体どこに？あ、そうだ、いいとこがあった。ちょっと移動すっから、オラに捕まっててくれ。じゃ、おめえもすぐ来いよ。は？中和家でここで戦わせてくんねえか。はあ、また面倒ごとを持ち込みよって。お前ら海王神会を何だと思っとるんじゃ。しょうがねえだろう、ここしか思い浮かばなかったんだしさ。地球で戦うよりは安全でしょうが、21号はここまで来るんでしょうか。ああ、あいつは絶対来る、多分。どっちだよ。まあまあ、すぐ来なかったらそん時は作戦立てようぜ。ところで、なんでビルス様たちもここにいるんだ。せっかくですから見物しようかと。ビルス様の予想した通り、ここが最終決戦の舞台になりましたね。まあ、ここなら星ごと壊れることはないだろうからね。お前たちの考えることくらい簡単に読めるんだよ。それより、あんまり気を抜くのは感心しないぞ。え？思ったよか早く来たな。ほう、あの方が21号ですか。へえ。悟空さんたち大丈夫でしょうか。21号は随分パワーアップしておる。こればかりはわしにもわからん。そんな。なんでいきなり。こんなに強そうな人たちがいっぱい。最高よ、これだけいればスイーツパーティーができるわ。オラたち食いもんじゃねえぞ、クーホーだ。あ、もう
落ち着いていられない。なんて素敵なの。嬉しすぎて私どうにかなってしまいそう。なるほど、それがおめえの力っちまった。無事に倒せたみたいですね。さすが悟空さんたちです。この頑丈な海王神海王、ようもこれだけ荒らしたもんじゃ。わりわり、じっちゃん、お詫びは今度すっからさ。しかし21号とは一体何者だったのでしょうね。16号さんが助けようとした人のことは結局分からずじまいですし、今回の事件まだまだ謎だらけですね。そんなこと知らないよ、僕たちに関係ないだろう。それよりあいつがスイーツなんて言うから何か甘いものが食べたくなった。そうですね、ブルマさんにお願いして美味しいスイーツをいただきましょう。おや、あなたはまだ興味が終わりのようですね。でしたらご自分でお調べになるとよろしいかもしれませんよ。ウィス、何をぼさっとしているんだ。はい、ただいま。真相が分かったら
ぜひ私に教えてくださいね。やはりクローンなどでは物足りんな。もはや他にクローンの気は感じられん。今のが最後のクローンだろう。ん？それじゃいよいよ21号も現れっか。貴様ら！もっと緊張感を持たないか！こいつらに何を言っても無駄だ。この私を待たせるとは、いい度胸ですね。フリーザ。21号。ようやく現れたな。わざ。あんたたち。よくも、よくも、よくも！思ってた以上に怒ってんな。腹が減ってイライラしてんかな。機嫌が良かろうが悪かろうが、奴を倒すことに変わりはない。俺もやるぞ。奴をそのままにしておけない。やる気があるのは結構だが、突っ走って返り討ちに遭うなよ。そんな風に言ってんけんど、おめえだってやる気だろ。当然だ。へへ、そう来なくちゃ。じゃあ誰から行くか。うるさい、うるさい、うるさい。私の邪魔をする奴は許さない。許さない？それはこちらのセリフです。そうですよ、フリーザ様、やってやりましょう。我らの、いや、フリーザ様のお力の前にひれ伏せ。この私を散々コケにしてくれた礼をたっぷり返してあげますよ。やれるものならやってみなさい。みんな、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 お菓子にして食べてやるわ。Time to beginこの星もろとも、お米にしてやる。こんな
ぞ。お、はい、こっちだよ。ところで、おのれ、しぶといですね。驚愕するほどの耐久力、再生能力、まるで伝え聞く魔人ブーのようですよ。誰か一人の木だけでは21号を倒しきれんか。おのれ、待っていろ、今すぐ再生してやる。フリーザの中の貴様、俺たちに同時にリンクできないのか。なるほどな、みんなで同時攻撃か。そんな都合のいいことができるわけあるか。そのアイディア、ノノノ、ダメ元だけど、こっちの中和装置を暴走させるわ。うまくいけば中和の力が限界を超えてみんなの力が戻るかも。失敗した時は全員が今以上に力を失うわけか。だが、とどめをさせなければ再生し続ける21号と永遠に戦うだけ。かけてみる価値はありそうですね。さすがノーラも、こんなやべえ修行相手は逃げ先だ。じゃあみんな賛成ね。装置エネルギー 200% 暴走。落ちる。いや、力がみなぎる。ブラムだ。我々3人だけが力を取り戻したようですね。やれ、貴様らだけでもとどめの一撃を。言われるまでもない。お、後ろ。さしずむよ。あなたの不愉快な感動、これで見納めです。どちらが真の強者か教えてやる。これで全部おしめだ。これは完璧な勝利です、フリーザ様。当然です、私があの程度に負けるとでも。すげえ、さすがはフリーザ様。おいおい、あいつにとどめ刺したのはフリーザだけじゃねえ。オラたちも一緒に攻撃したんだからな。ふざけるな。どこからどう見てもフリーザ様のお力だ。何をふざけたこと。あれは私の一撃に敗れたのだ。だからオラのカメハメハも当たってるって。まったく、よりによってあんな奴らと協力して倒す羽目になるとは。まあまあ、今は21号を倒せたことを喜ぼうぜ。そうだな、ソン、よくやってくれた。ふん、俺に力が戻っていれば一人で片付けてやったものを。それにしても私の中にいるあなた、最初はどうかと思いましたが、
なかなかいい働きぶりでしたよ。これまでの活躍を評価して私の部下にして差し上げましょう。どうです、嬉しいでしょう。そうでしょう、そうでしょう。おおようやく面倒な21号も倒せました。おめでとうございます、フリーザ様。理由はわからんが、どうやら力と精神の封印は解かれたらしい。おお、そうですか。ようやく自由になれるというわけですね。では、ついにフリーザ様の完全復活、おめでとうございます。この喜びを表現するためにも、ぜひ喜びのダンスを。いい、それよりもまだ大きな戦いが残っていますよ。その通りだな。だろうな。おめえたちがこのままおとなしく蹴るわけねえと思ってたさ。孫悟空、お前を目の前にしてこのまま立ち去るバカはいないだろう。そういうことです。積年の恨みを晴らすこのチャンスを見過ごすものですか。懲りない奴らだ。また地獄に叩き落とされたいようだな。いい気にならないでください、いまいましいサイヤ人どもめ。油断するな、奴らはすでに自由に力を解放できるようになっている。なら俺だって力を解放できるはずだ。今度こそ俺の手で倒してやる。また悪さするっちゅうなら何度でも相手になってやんぞ。何度でも？ご冗談を。私が復讐を果たしておしまいになります。ところであなた、いつまで私の中に居座るつもりですか。また復讐を邪魔されては迷惑です。さっさと出て行きなさい。さてと、邪魔者もいなくなりましたし、早速始めましょうか。次にあの世に行くのはあなた方です。おいたぞ、あそこだ。ついに来たわね。待ちくたびれちゃったわ。そんなにじらさなくても私は残さず食べてあげるのに。なんだよこの木、前とは比べ物にならないぞ。それでどこで戦うつもりなんだ、孫。みんな、オラにつかまり。おめえもついてこいよ。何？ここは？大変でしたね、皆さん。なんだ、海王神様、オラが来るって分かってたんか？はい、ご先祖様と様子を見ていたので、今回も地球が大変な相手に狙われてしまったようですね。悪いな、海王神様。まったく、毎度毎度お前たちは揉め事を海王神会に申し込みよって。どういうことだ、ここは地球じゃないのか。もう地球で今の21号と戦ったらどうなっかわかんねえ。そ
その点ここならいくら暴れても大丈夫だ。悟空、これがあんたの考えってやつか。バッカモンが海王深海を何だと思ったのじゃ。だからごめんって。今度ちゃんと俺はすっからよ。信用できるもんか。今までもろくな礼もしてこんかったじゃろうが。いやー、めーたな。なあ悟空、あの21号もここまで追ってくるっていう。ああ、こいつならオラたちを見つけるはずだ。お、もうか。思ってたよりずっと早いぞ。やっぱ本当にとんでもねえやつだな。当然、あんたたちのことはデザートとして取っておいたんだから。オラなんか食ってもうまくねえと思うんだけどな。呆れた。あんた捕食もしないで私に勝つ気なの？なんとなく予感はしていたけど、誰も食べないなんてほんとバカね。あんたもいい子ぶらないで思うがままに食べればいいのよ。美味しいだけじゃない、恐ろしいほどの力も手に入れられるわよ。そんなものは必要ないわ。あー、よかった、それを聞いて安心したわ。ならこいつら全部私が食べていいってことね。全部私一人で食べてやるわ。さあティータイムを始めましょう。心配しなくても全員残さず食ってやるわ。なんだってんだ、さっきまでボロボロだったくせに。をあいつの回復力は異常なんです。全ての細胞を完全に消滅させないと元通りに回復してしまいます。回復力もブーと同じってことか。そっか、こういうことなら仕方ねえ。
元気玉で決着つけっぞ。悪いが、みんなの力が集まるまで時間。さあみんな、オラに現金分けてくれ。あいつは私が引き止めます。あなたもこのまま私とリンクして戦ってください。It's time to face your opponent!一緒に戦ってくれたこの方のことよろしく頼みます。え、ありがとう。行ってきます。21号
21号。あらあら、もう終わってしまったみたいですね。これはビルス様、どうしてこちらに？ブルマがご馳走をたくさん用意するっていうから付き合ってやったんだ。気になるに決まってるでしょ、地球の運命がかかってたんだから。それで人造人間21号ってやつはどこにいるんだ？それが元気玉で二人とも一緒に。元気玉受け止めてた悪いやつにいいやつの方が突っ込んでいったんだ。なるほど、おそらくご自身が一番分かってらしたのでしょうね。異常な食欲を本能的に備えられた彼女がいつかまた危険な存在になることを。だからご自分の意思で全てを終えられたのでしょう。自分の命を懸けてでも守ろうとしたんだろう。その覚悟を認めてやれ。21号。そっか、それならまた会えた時ありがとうって言わねえとな。はあ、何を言ってるんだ貴様。まさかドラゴンボールで生き返らせる気じゃ？ちげえって、そんなことしたら21号が体張った意味なくなんだろ。生まれ変われるようにエンマのおっちゃんに頼んでくんだ。え、そんなことできるのか？頼んでみねえとわかんねえ。思いつきで言ったのか？そう都合よく頼みを聞いてもらえるとは思えないけどね。ま、頼むだけならいいんじゃない？僕には関係ないことだ。今回の活躍を加味してお願いを聞いてくれるかもしれないですしね。だろ？じゃあエンマ様にお願いする前に地球に戻って後始末しないとね。後始末？なんかやることあんのか？18号の中にいるあんたのこと元に戻さないといけないでしょ。あ、そっか。じゃあこいつともこれでお別れになるのか。短い間だったけど世話になったな。でも生きてればそのうちまた会えるって。オラなんて死んだ後にもみんなに会えたしさ。貴様というやつはまったく感傷に浸る雰囲気もなくなる。ここまでオラたちと戦ってくれてありがとな。せっかくだから今度会った時はオラと手合わせしようぜ。じゃ、またな。